ただいまりもこり。クジラの上に乗っています。あ、私もマヒナさんにいつもお世話になっております。すいません、いつもお世話になっております。ごめんなさい。テロップちょっと絶対違うな。眠い絶対こんな配信するんのおかしい。自由すぎる自分が。久々に自由を感じている。これこそ私急にやる。すごい、人生方向音痴さん5周年ありがとう。おつっこりおつっこり。お疲れ様です。すごい私今顔めっちゃ悪いんだけど。よいしょ。とか言っておきながらどうしましょう。これって何配信ですか。私今何配信してるのかな。こちらクジラです。クジラだよ。私は何をしているの。私はこれ何配信。これやばい、急な虚無感に襲われてる。やばいやばいぞ、急な虚無感。虚無ってる。じゃあそろそろ配信を終わる。久々の配信って感じ。食欲戻った。強制的に強制的に食欲戻った。だから太った。固まる。顔が丸いって言いたかったです。今ごち不足、ごめんなさい。ごめんなさい。あ、ちょっとちぎっちゃった。
配信これ、ただクジラと戯れる配信してる気がする。ありがとう、優しいね。心から健やかちゃダブル。ありがとう。心から健やかになりたい。頑張る。ワンレベルって月1でそうなの？この方が私っぽいんだよな。びっくり。ありがとうございました配信。ありがとうございました配信。クジラ時々リコチ。もうおしまいですか？おしまいですか？すごい滑り台できそうなほどツルツルしてる。もうおしまいか？もう終わるの？そんな寂しいね。では こんにちは。サイコパスみたい。私今顔がすごいサイコパスだった。マヒナさんからもう終わっていいよね笑って。ありがとうございました。楽しかったです。なんて言ったらいいんだろう。みんなの気持ちにも気づいてほしい。どうしちゃった？もうどうしちゃった？大丈夫？止まりまくってごめんなさい。やばい。私がやばいやつみたいに思われちゃう。あー、たつやぽん、ハッピーセットありがとう。ありがとう。あし、ありがとうございました。じゃあ、そろそろ。配信終わりにしようかなと思いますけど、皆さん的にはいかがですか？確かに久しぶりだよね、多分私。久々に配信すると思う。わかんない。ちょいちょい。配信をしてた。やばいのを知ってってめでてます。なにこれ。やばいやつだよ私。正真正銘のやばいやつ。好きな言葉四字熟語は支離滅裂。ミアティさんありがとう。もう3時起きからもう疲れちゃったよ。明日唐揚げを作ろうと思ってるんだけど、みんなはそれぐらいがいい？ちょうどいい。ヤバ人でございます。ありがとう。配信で久々に自分の顔を見るとあれ？スクショタイムで。
所タイム。ちょっとね深夜テンションかもしれない。深夜テンション、こんな時間にもう起きてるの珍しいよ多分私。いや嘘、最近どうでしょう。ありがとうございました。久々の配信、こんなことこんな変なことしてて申し訳ない。私はまだここで報告するのもあれですが、本調子に戻れていないので、本調子に戻れたらまた配信を楽しくできるように頑張ります。楽しかったけど、えみたいな、ひなさん愛しさ無限大って感じ。クソデカボイス。ありがとう、ありがとう、ありがとうね、みんな全校テーマル皆さん、ありがとう。ゆっくり行くよ、ありがとう、ありがとうの顔。ゆうやさんファイト、ありがとう、ありがとうございます。休めるように、ごめんなさい、心を、正常モードに戻せるように頑張ります。今日は腐った炊き込みご飯を食べておいて、腐った炊き込みご飯を食べようとして、理性を、理性を保って食べないように、あの自制できたのが結構、結構自分のあの中では、あのちゃんと、あ人間って人間だって、自分人間に戻れてるってなりました。そう、我慢できました。腐った炊き込みご飯を食べようとしたのを我慢できました。どういう報告、謎報告すぎる、偉いじゃん、まだ偉いじゃん、炊き込み、腐った炊き込みご飯を食べなくて偉いじゃん、ありがとう。達也ぽお疲れ、ありがとう、気にせずにねって、優しい全校庭お姉ちゃん、ありがとう。理性保ててよかったです。人間のいいところ、人間に生まれてよかった、人間が、人間しか持っていない、その唯一の感情なんですよ、理性って。だから私は唯一、あ人間に戻れてるって感じました。そう、腐った炊き込みご飯がある状況、なんかよくわからん、もうあったよ。文ちゃんありがとう。七夕5周年おいでませ、無限無限、おいしいご飯食べてね。優しいんだけど、優しいお姉ちゃん。スケーモンさん、バラありがとう。あ明日、ちゃんと頑張ってご飯食べる。くそっと炊き込みご飯を食べようとするのはさすがにおかしいね。ありがとう。夏場だからそう、気をつけようと思います。7月は、元気に過ごしたい。お姉ちゃん。
ちょっと面白すぎる。あとはあん、いや大丈夫です。本当にちょっと怖いんですよ。コンサートまでにもう心をハイにして頑張らない。ハイに、なんか私いつもハイ状態だったんですよ、この人生。私の人生ハイ状態だったんですよ。私20年間ハイで生きてきて、ちょっとハイじゃない、ローって感じなので、ちょっとハイになりたいので頑張ります。ハイに、うん、ハイになりたいとか言ったらちょっとなんか語弊生むんだけど語弊生んじゃうんだけど、ちょっとはいなれ、うん、はいに なっていきたいなって思っています。はい、なんかはいになるよ。ちょっと今はいになってきてる。でもちょっとなんかまひなさんとの配信ではいになってきている。そう、ちょっと嬉しいそう、テンション上がる嬉しい出来事。そう、今まひなさんとの配信が結構ハイだったので、ちょっとハイですもしかしたら戻れるかもしれない。マシャさんありがとう。七夕ハイ、エナジードリンクも確かに足りてない。そう、思春期のアドレナリン、少女はいつだってご機嫌、これですね。やばい、え、結局この配信っていつまでするんだずっとしてていいのかな。思春期のアドレナリン、少女はいつだってご機嫌。アイス、チューチューアイス、ポッキンアイスを買って凍らしました。名前呼んじゃおう。ふさかなりおにゅうさん、三つ編み子さん、キュンさん、昔からおじん、ゆかの人さん、のりえぐさん、これはピヨコだよ。あ、はい、5周年コンサートこの髪型で出たらどうする。みんな結構かっこいい方、リコチ、うん、私の鼓動のように顔がドキドキしてたちょっとじわっちゃった。今多分なんか加工がついてますね、私のこの顔には。うずいてるよね絶対。貞子ですか。きっと来る、やばい。どうでしょう、これでいいね。これつけて出たいな、めへ。しよう、結婚、結婚、結婚、やだー、面接緊張してお願いするます、やばい。私は今日はスーパーマーケットに行って、それで一人ごと言ってた焼き芋、なんだろうな、唐揚げを見て、あ、こういうのも食べたいんだよな、イエーイとか独り言放ってたら、女の人がタカタカタカってきて、あみたいな感じになって、あ、お疲れ様ですとか言っちゃった、間違えちゃった、お疲れ様です、なんでって思って、あ、間違えちゃったって言いながら去ってった。やばいやつになったと思う、多分本当にやばいやつだったと思う。こうやって、あー、この唐揚げ美味しそうだな、唐揚げもいいよな、お
お疲れ様です、間違えちゃったそう、こんな感じでした今日本当に。まあでも迷惑は多分かけてない。唐揚げもいいよな、うん、あお疲れ様です、あ間違えちゃったあって知らない顔しながら間違えちゃったって言いながらスタスタとレタスコーナーに行ったレタスコーナーに行ったの。ちょっと違う、そうやばかったかも。でも多分なんだろう、迷惑はかけてないつもり、つら、うん、いレタスコーナーって何って感じだよねレタスコーナーって何って感じだよね。アーニャ、アーニャを知ると世界が平和に。アーニャピーナッツ好き、人参は嫌い。お疲れ様、嘘でしょ、スタッフさんたちからなんで上司なの先輩なの、違う意味だった、そんなこともあった、似てた。アーニャを知ると世界が平和に、アーニャピーナッツが好き、ダラランランラン TikTok、 これ知ってるよ、なぜなら STU のメンバーしてた気がする。ラン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 、目がすごい、私声優いいよね。アーニャ、アーニャを知ると世界が平和に。嘘、あ言ってたね、そういえば面接お願いするます、アーニャ、それに影響されたの。アーニャ、アーニャピーナッツ好き、人参は嫌い、アーニャカリカリベーコンが好き。あれはカリカリベーコンではないぞ、おじゃる様、おじゃる様、それはカリカリベーコンではございません。ハッティ私一人おじゃる丸できるよ、ディタナコーニメラマロの尺、違う、ちょっとマジ誰今の、マロのプリン、カジュマ、マロのプリン、ディタナコーニメラ尺返すピッ、いいんじゃない、今日こそ尺を返すピッ、アオビーキスケ、アカニどうどうどう、アオベとキスケとアカネって感じだった。はなかっぱはロえあ似てた、懐かしいよね。あ、めっちゃキノコさんありがとう、ありがとう、七夕、え、花かっぱは春夏秋冬朝昼晩誰誰、ちょっと私今20日ドブルチノーノー、幸男さんって誰、ちょっと待って、春夏秋冬朝昼晩花咲け花咲けわからんうう開花ドルドルドルンで、え、ももかっぱちゃん誰50歳の花かっぱだった、ももかっぱちゃん、あ、薄井幸男さんのこと幸男さんって呼ぶ人なの、チョケプリーチョケプリー、ももかっぱちゃんももかっぱちゃん、ひさぽんちゃんありがとう、ありがとう、ももかっぱちゃんって名前かわいすぎ、もものかっぱだよ、やばくない、はなかっぱとももかっぱやば、おでんくんハイテンションカミングバックしてる、やばい、テンショ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 ンだ、嬉しい、もうずっとこのテンションがいい、
達也ぽん、うまっ、ありがとう、ズキュンドキュン。らしい。チョケプリうまい。チョケプリ、チョケプリ、チョケチョケチョケ。私ポケモン、一人ポケモンもできるよ。チョケチョケ。ピカチュウ言えない。ピカ、え、ミジュマルは言えるよ。メイメイジュメイジュメイジュマメイジュマメイジュマメイメイジュマルメイジュダニ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 ヒトヒト影だけすごいの。ヒト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 人影だけちょっとなんか幸の薄い声しとる。コイキング、コイキング、トサキンとは、トサキン、トサキンと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 、トサキンとってやばいんだよな聞こえ。あとは、ヒトデマンは、チャ、チャ、ハ、チコリータはチコ、チコチコ、で、疑われた時のチコリータ。違うっつって細かすぎるよね。絶対伝わってないよみんなに、この全世界のみんなに。ロケットだ。チカオチカオ。あ、みんながチカオチカオって言ってる。そう、チカオチカオ言うの使ってる。あとは、確かに小次郎ってイケメンだよね。武蔵もいい女だよ。ニャースニャース違う。そうなんす、そうなの、そうなんす、そうなの。やばい喉喉、喉、喉が。そうなんす、そうなの、そうなんす、そうなの。そうなんすとそうなのの言い合い。そうなんすとそうなのの言い合い。あ、今夜中、夜中だからかな、喉に負担が。そうなんすは喉に来る。メモメモ、表情豊か。そうなんす、そうなの、喉痛っ。え、私ブロッサムしたことあるっけ。と嘘八は嘘ナレンジャーさん、ありがとう。ハート。嘘嘘。そうなんす。そうなの？嘘はっていうの知らなかった。しんいちさん、ハートありがとう。あとは、にゃー。何今の。とりあえずもう寝ようかな急に急に。また明日お昼に配信しようかな。フルーツサンドの、間違えた、フルーツサラダ、
フルーツサラダジョリジョリジョリ、素敵なのよ美味しいのよ、フルーツサラダジョリジョリジョリ、おまけに栄養満点。あ、そうだね、プリンの歌、うん、結構もうおねむ。プリンの歌いいよ。ぷーぷよーぷーぷりーぷーぷりーん、ぷーぷるーぷーぷりーぷーぷーぷるーぷーぷりーぷーぷりーぷーぷーぷー、プリンの一連の流れ、もう一回やるよ。プープループープリープープリン、プープループ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 ー、プリンのモノマネ。プリンいいよ、プリンのモノマネ得意。わかりますか、みんなカーッカーッって寝るのだから、ブーッて怒って顔に落書きするの、カキカキカキで、プユプユプンってしてタッタッタって帰っていくの。可愛かった、やった、優しい優しい、フルフルでやってる、そう、洗脳され、スマホ顔に落として、つらい。シワイさんペンライトありがとう、タツヤポーありがとう、ありがとう、いい、ジャリジャリ、違うだ、ジョリジョリ、そう、フルーツサラダジョリジョリジョリ。シイチさん音符ありがとう、アニメリコリコ、なんなん、あ、言ってたよね、リコリコ、なんなんだろう、見よう見よう、普通に。伊藤ひろしさんハートありがとう、ありがとうございます、見てられる、そう、そうマイクがペン、そうなの、そうそうそう、え、そうなの、そう、ぷゆぷゆぷーぷゆぷーぷりぷーぷりんぷーぷゆぷーぷりぷーぷーぷりぷーぷゆぷーぷりぷー、お気に入りです。お気に入りにしてね、にゃんこ先生ありがとう、キラキラ、このキラキラ可愛いよね、ぷーぷよーぷー、ピカチュウのモノマネって難しいよね、ピカ、うん、ノーノーノー、僕アンパンマン、あん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 、僕アンパンマン、僕アンパンマン。難しい、元気100倍アンパンマン、僕ドラえもん、僕ドラえもん、僕ドラえもん、にゃにゃにゃんちゅうだにゃんちゅう、にゃんちゅうだにゃんちゅう、あいとゆきだけが友達さ、僕ドラえもん、しとかちゃん、しんいちさんありがとう、キラキラ、いける、コラボしよう、似てた、にゃんちゅうだにゃんちゅう、にゃんちゅうだにゃんちゅう、え、私頭悪いんです、え、私頭が悪いんです、実は
ちゅうじゃなんちゅう。でもちゃんと勉強した子、勉強楽しかったって今思う。頭が丸いの、おつむが丸いの。にゃーにゃーにゃーんちゅうだにゃーんちゅう。ははは、は、僕ミッキー、僕はオラじわじわ。はは、僕ミッキーし、いい、そのくーん、ん、違うよ、もうちょっと花沢さん、いい、あ、間違えた、マーソさん、マーソくーんだった、違った、間違えた、今の人選ミスね。いい、いい、そのくーん、いい、そのくーん、花沢さんです、アナゴさん間違えちゃった、マーソくーん、おい、マソくん、アナゴさんだった、アナゴさんと花沢さん間違えちゃった、間違えちゃった、あー、蚊に噛まれたんだよね、足かゆい、蚊にかかれ、噛まれた時のあれじゃない。花輪くんってどんな顔、どんな歌、歌じゃない声なの。タラちゃん、タラちゃん、タラ、タラ、ウータくん、あ、これだこれだこれだ、ウータくん、ウータくん、この後いっぱいどうだい、ウータくん、ウータくん、この後いっぱいどうだい、うぐとくん、カニカマ、タラ、タラ、タラちゃんの鳴き声、花沢さんはイソノくん、わあ、ぼうちゃん、よし、ぼぼぼぼぼ、石、い、石ほほえ、難しい、ほほいほほい、ほらほら、ほら、しんのすけだど、あ、どう、ほほほほーい、ミュウツーの、ミュウツーは、私はなぜ、私はなぜ創生された、怒るミュウツー、私は誰だ、私を作ったのは誰なんだ、怒るミュウツー、おら、しんのすけだぞ、すごい、アナゴさん、クマッピーさん、スイカありがとう、オラ、ルフィとかどんな声してるの、アニメ見てたの、ほんと3年前とか、ウソップだっけ、ウソップ、お前船降りろって言うよね、お前船降りろみたいな、なんかウソップに向かってそんなこと言うね、お前船降りろ、あそこ感動シーンなんでしょう、浮江さん、あー、海賊王に俺は難しいよ、四つ葉、四つ葉、あー、四つ葉ってどんな声してたっけ、風太郎さんみたいな感じだよね、マジで可愛いよね、ミクは、風太郎、みた
ミクかわいい。私は四つ葉推しです。風太郎いいよね。いいね。みんなが幸せになる世界線に生きているんだ。花嫁の映画見たいんですよね。ね、私も自分あの中だったら四つ葉かなって思う。自分似てるかなって思う。四つ葉に似てるのかなって思う。うん、臭いか。メイちゃん。メイ怖くないもん。メイ怖くないもん。え？ニノフイ君って呼んでた。え、そうだっけ？辛いんだけど。辛い辛い。ミク推しなの？メイ怖くないもん。トトロ。あなたトトロって言うのね。あなたトトロっていうのね。私カルシファーが得意んですよ。あの違えた、カルシファーじゃなくてあの千と千尋のカエル、顔なしに操られてるカエル。千を出せ、千を出せ。私はそのカエルの声が得意なんです。皆さん千と千尋知ってました？ハク様と千尋って兄弟らしいですね。カルシファーもいけるのかな。だよね、声一緒ぽいよね。千を出せ、千を出せ。ハクと千尋って兄弟らしいです。都市伝説。うん、そう、なんか千尋が昔池に落ちたじゃないですか。そこでなんか映っている、なんか難しいな。そう、とりあえずなんか描写が、千と千尋の描写があって、そこになんか千尋が川に落ちるんですよね。そこ川に落ちて、そこお兄ちゃんがね助けるらしいんです。そう、お兄ちゃんが助ける。そう、私も思った。あの両親からの遺伝子であんな直毛で黒髪イケメンが生まれるかって思ったんですよ。そう、おいら火薬の火は嫌いだよ。カルシファーですかそれ。なんかそれで千尋がそう、千尋がお兄ちゃんが千尋の身代わりになって助けてくれるんですよ。でそれで兄ちゃんが身代わりになって助けてくれて、お兄ちゃんは溺れちゃうんですよ。千尋を助けた代わりに溺れて死んじゃうんです。で人を、自分の命を犠牲にして人を助けたから、川の神になって、そうそう、だからなんちゃら脱ぎ早み琥珀主になったんです。そうそう。で お母さんがすごい千尋に対して、お母さんしてなくて愛情がすごいね、なんかすごいなんか違和感を感じるんです。それはやっぱ兄を、まあ言っちゃ悪いけど殺したに等しいから、千尋に対して
愛を注げなくなっちゃったらしいです。そう、キヨにスイカありがとう。そうそうなんだよ。で千尋は自分に兄がいるってこと知らないし、しかもそのハクがもし本当に、だって川の主じゃないですかハクって。そうで神様ならなんか神様なら絶対に千尋と最初になんか橋で会うときに絶対見えない橋なのにハクは見えるんですよ。つまりはそういうことです。しかもなんか初めて会った感じがしないねみたいな話する、何だったかな分かんないけど、それがもう。でなんかかまじいとかが愛じゃとかなんかやじ馬してなんか言うんですよ。愛じゃのみたいな風に言うんですよ。ハクを助ける千尋に対して愛じゃ、これは兄弟愛らしいですね。深い話、重いよね。それ聞いてちょっと苦しくなってきた私も。え待って、このルームの飾り付けがめっちゃ可愛い。え星、空に星が落ちてる、めっちゃ可愛いんだけど、すごい。そうそうなんだよ。えナウシカは人造人間なんだ。ナウシカは私が知っているのはそう七夕仕様になってる。なんかあの未来何年後かの、真剣に聞いてくれてありがとう。そう背景めっちゃ可愛い。だからか、りょうじいさんありがとう。ピカピカ星様。ゆばあばが実はそういうじいじで、やばすぎる。そう、はやおちゃんそこまで考えてるね。ホタルの墓とかもすごいよね。なんかナウシカが、私が知っているのはなんかナウシカの世界、深いっていうじゃないですか。なんかすごい、なんだったかな、か空気が澄んでるんでしたっけ、空気が悪いんでしたっけ。なんかでもあれは未来の話らしいですよ、私たちの。そう2000何百何十年かの話っぽい。不快は空気が悪いんだっけ、なんか不快でしか生きられなくなっちゃうみたいな、人間が。そういう話ですね。ホタルの墓も深いよね。ホタルの墓は私結構涙が出る毎回。妹を亡くしてもほっとしてるカンタになんか人間味を感じた。胸が痛いよね、ホタルの墓。それだ、生き残った、それかも、戦争で生き残った人類の、それか、それだね。なかなか見れない私も。ね、見れない私。そう、私ナウシカ、そう漫画版ナウシカの本を読んだの。そう、巨神兵が世界を滅ぼしたの？そうなの？ラピュタとナウシカは歴史がつながっているという話も嘘でしょ？仲間の中に、中間にシュナの旅って話が、そうなの？確かに。
の離れたお兄ちゃん、ん、なんだろう、まあ私はそんな離れてないのかもしれないけど、お兄ちゃんいるから私にはなんか自分と重なって考えられるじゃん。だからすごい二人の墓っていい話だと。シュナの旅、そういうことね、ラピュタ、シュナの旅、ナウシカ、読んでみたい。私最近ピエンピエンになってる時は本を読んで心を落ち着かせてるとか、漫画読んでる。私の一番大好きな漫画、ヒロイン失格。マジヒロインになりたいね。でもヒロイン失格した時に、この子が邪道ヒロイン目指してやんよ。いい言葉。そうそう、ドラマか、まあ、映画かしてる。それか、不快でマスクしてないと胞子で這い上がられる。それだそれだ。あるの、スカッとしないのもうすごい好き、うん、結構ミステリー系が、ミステリー、うーん、そういうの好き。だからタコピーの駐在読みたいって思って、明日本屋さん行こうかな。シューアンコさんありがとう。かわいいよね、そのおついちさん好き。あとはミスミス、そうかなり重いの読むかな、読んでたらミスミソメモ、メモった。あー重くて苦しいんだ。ミノタウロスの皿、カンビュ戦、重くて苦しいのめっちゃ好きかも。なんて読むの、カンビュセスの、あ、ミノタウロスの皿、調べよう。でもカンビュセスで出そう。あ、そうなんだ。あ、くじありがとう、ありがとう、教えてくれて。へえ、空が灰色だからと、空が灰色だから、僕らの漫画なんだ。くじ引きありがとう、教えてくれて。うわー、ちょっと読みたい。タッキーさんありがとう、タッキーくん、タッキーくんありがとう。めっちゃ読みたい今。でも今は人生のきっと参考書になると思う人を読んでる。ん？ミヌタウルスの皿は牛と人間が入れ替わった惑星にやってきた地球人の視点の話。絶対面白いじゃん、絶対面白いじゃん。何それ、何それ、絶対面白いじゃん。私が今持ってるのは、ん？私が今読んでるのはずっと読んでて全然読み終えられないミステリー小説なのかな、ミステリー小説なのかな。あのね、あ、いいね、猿の惑星いいね。ジンタン焼きさん5周年おめありがとう
ありがとうございます。 STU 猿の惑星なんかあるよね。猿の惑星有名だよね。いいね。あのね、あ、こんななんか話すのって楽しかったんだとか今急に私リコチがみんな心配にさせるような言葉を話して、こんな話すのって楽しかったんだ、みんなありがとう。え、私が読んでる、まだ全然読み終えられてないのはひまわりの咲かない夏っていう本、誰の何だった本だっけ。それはなんか主人公のお友達が殺されてるところを発見してみたいな。でその主人公がまた、え、これもおついちさんだっけ、違うよね、絶対違う、あ、名前読めない人だ、道夫さんですね、道夫修介さん、そう主人公がそのお友達が殺されてなんかいるところに遭遇しちゃってみたいな。そうすごい、そういうお話でも全然読めてないからまだ全く言えない。今はその友達が雲になって、でそれでなんか雲って虫の雲ですよ。でそれでその主人公とそのお友達、雲になったお友達がなんかなんか担任に会いに行くみたいな、殺した確か殺したの人に会いに行くみたいな、どうだった忘れちゃった。いいんですよ、藤子不二雄の F 先生はドラえもんの方でして、絵柄がドラえもんと同じで内容が本当に重くて苦しいんです。いやいいね、調べよう。猿が人間を支配する惑星に来てしまったと思ったら実は核戦争で人類が自滅した未来だったって話。面白い。私の配信を見てくれてる皆さんありがとう。猿の惑星のパロディでサメの惑星っていう C 級映画がある。 C 級？ C 級？宇宙といえばヒョンヒョロ、ヒョンヒョロ、ちょっと猿の、あ、間違えた、サメの惑星はちょっと、ね、持っていませんC 級って何？ C 級わらかっこつ、かっこわらつけてるからさ相当かっこわらなんだろうな。そう、ヘルマンヘッセ、車輪の下、なんかみんなが言うから絶対いい本たちなんだろう、いい作品なんだろうな。私よりもだってなんだろう、私みたいにチャランポラに生きてないだろうし、みんなが言う絶対面白いんだろうな。ヒョンヒョロもそうなんだ。え、それはラスト1ページでひっくり返される、いいね、いいね。サメの惑星ちょっと見たくなってきたよね。メガシャーク VS ジャイアントオクトパス、何それ、本当にあるの、どっちがどんぐらい大きいんだろう、どっちが、どこだ、待って時計仕掛けのオレンジ、二人言ってる、時計仕掛けのオレンジ、え、そんなに面白いの、時計仕掛けのオレンジ、ありがとう、確かにおすすめできる、時計仕掛けのオレンジ、え、名前からして面白いじゃん、見るね、
月とカニも。カニ。ヒョンヒョロいいな、ヒョンヒョロ。国八部、うわ、漫画主人公が無視されるやつ好きよ、そういうの。国八部、国八部好きだよ私、そういう。十字架の6人、あ、復讐系も好き。あのいいよね、あの子ボコボンパンメガシャーク VS メカシャーク星好き。わらわらつけとるじゃん。泣ける漫画は金色のガッシュ。全部メモして。宇宙の旅よくわからなくなる小説、それはちょっと私には難しいかも。よくわからなくなる。2001年、宇宙の旅、雨に歌えばを、トカゲ、時計仕掛け、あ、3月のライオン、マジ？ぴちゃんは涙？こう涙？こう涙？それは見る。え？うわ好きだわ、時計仕掛けのオレンジ。人間の本質はないか。そういうの大好き。ありがとう教えてくれて。え？ちょっと私今から次読む本は時計仕掛けのあの時計仕掛けのオレンジ。はじめまして、今みんなのおすすめの本を見てます。あ、金色のガッシュね、ごめんなさい。金色のガッシュとか言っちゃった。鋼の錬金術師、ハガレン、ハガレン、私そんな見たことない、見てみよう。あなたの番です、伏線回収計画。私あなたの番ですをしっかり見てないんだよな。え、これを機に見てみようかな。コンサートに集中しろよって感じだよね、ごめんなさい。そう、あんま見てる暇ないよね、言ったら。だってもう10日コンサートに集中しなさいだよね、ごめんなさい。明日もコンサートのダンスを頑張って覚えるんだ。シュナの旅、え、確かに私もそう思ってる。あの私母にすごいそういうの報告したいタイプで、あの人っていう本、私は母にも読んでもらいたいって、もう読み終えたら読んでもらいたいって思うぐらいだから、そうですね、もし皆さんがリコちゃんにシュナの旅を送りたいって思って、そういう人が5人ぐらいいたとしても、私はその本を全てあんま薄すことなく、私5人家族だしみんなに配りますよ、お友達や他のメンバーさんね。これはクジラです、大きな大きなクジラです。井戸、ドイツの映画 OK、 井戸、スタンリー・キューブリック、うわー、なんか名前から重いやん、分からんけど、ごめんなさい。スタンブリー・キューブリックさん、ごめんなさい。え、ハガレンは映画があるんだね、映画見ようかな。そうだね、コンサートの後の、うん、お楽しみっていうことで。そうだね、やっぱり集中しなさいよって感じだもんね。チンタン焼きさん、ファイトありがとう。ごめんなさい、重め好き。あーにゃあーにゃピーナッツ好き。おお、
アニメがあるんだ、ガッシュね。ちょっとそれいいな、それいいな。重めの伏線回収系だと、あ、湊かなえさん知ってる、 N のために。え、持ってるかも。 N のために。持ってないわ絶対。湊かなえさん、夜行観覧車。いや名前から面白い。冷たい熱帯魚。セブン、報われない結末の映画か。セブン、みんなありがとう。アマデウス、モーツァルトの映画。あ、私モーツァルトは結構知ってますよ。愛した人、レクイエム。レクイエムってすごいよね。モーツァルトのレクイエム。へえ、いっぱいあるじゃん。え、みんな教えてくれてありがとう。え、ミストってさ、怖いやつ？違うか。ミストは怖いやつじゃないか。何的な恋と友情は誰も最後報われなくてズンとした。性的かな、わかんない。個性的で星になるもんな。違うか。性的な恋とか違うか。辻村深月さん、盲目的、ごめんなさい。猟奇的、惜しい。盲目的でした。確かにハッピーエンドって性的だったら進めてないよね、ごめん。盲目的、確かにそうなのか。好きな恋とかやばすぎる。どういう恋？面白い。盲目的な。湊かなえさんっていいよね。老人と海。いや、やばい、いっぱいある。オッケー、私も紹介するね、いっぱい。しんいちさん、ハートありがとう。ちょっと恋、性的な恋とはそれは恋なのか。まあ恋ってそうだよね。まあ恋って何なんだろうね。恋はそうだよ、愛はまた違うよね。シェフ、シェフ、白いクジラで白クジラ。リベリオン、え、いっぱい教えてくれるじゃん。白ゲイって読むんだね。え、ありがとう。報われ、ショーシャンクの空に。あ、知ってる。世界の中心で愛を叫ぶ、いいね。でも知らないからさ。サルエリ、サルエリってさ、あれでしょ、モーツァルトのさ妻でしょ。違うっけ、違うか。ミスト、本当に報われないんだ。あ、心温まる。そのシェフ、とことん幸せになってほしいんですよって。ありがとう。ファイトクラブ、ファイトクラブ、神様の力手。あ、神様の力、神様の力手に入れたのに好きな人に振り向いてもらえない。え、それは面白そう。いいね、シェフ。ここに留まる。ミストってさ、あのさ、目がさ、あれになっ、なんかさ、鳥、なんかあるものを見たらみたいなやつだよね、ミストって。それ最後まで見たかもしれない私。
最後まで見れてないかも。あるものを見たら失明しちゃうからみたいな、みたいな。違うっけ、ほらほら、違うか、全然違った。いやほら、霧の中に何かがじゃん。おれおれ、ああ、あ、最後のラスト15分がすごいんだ。それを知らないからだ私は。最悪、私、霧の中には何が待っていたのか。それでなんか失明しちゃうんだよね。あれ違うっけ、全然違う。あ、それ合ってる、失明しちゃうんだよね、鳥みたいな。それ違うか、わっ、もうみんないっぱいある、嬉しい。え、胸ぐそ悪いの、気持ちいいね気持ちいいねとか言う胸ぐそ悪いで気持ちいいねとか言っちゃう。でもそういうタイプです、私結構胸ぐそ悪い系で気持ちよくなっちゃうタイプです。控えめに言うとそんなタイプです面白い、楽しい、みんなと話すの。笑顔に慣れてる、心の底から。ドラマ私を話さないで。いや、胃もたれするほど重いのは激重は絶対面白い。白夜行、ダンサーインザダーク、ガチだから見るなら注意してね。うつ映画大好きだよ、その響きダンサーインザダーク、マジか、ガチだから見るなら注意してね。私もやばいかな、面白いんだけどちょっとみんななんでそんな知ってんの。セイリブ、映画も教えてくれるなんて好き。わかる、なんか急にグレーテストショーマン、私も見たくなっちゃった、ちょ興奮してめっちゃ噛んじゃったグレーテストショーマンもちょっと入れとこう。なんかこういうの聞いてきたらちょっとグレーテストショーマンで、なんかちょっと左右みたいな、左右なんかちょっと一服みたいなしたいって思う。アマデウスはそれやりという変、あ、天才だけど下品なモーツァルトにレクイ、あ、そういうことね、そうなの、天才だけど下品な下品なんだ。ドントブリーズ、音を包めたらダメ、ヨーガ、オーケー、知ってるかも、あ、違うか、呼吸するなってこと、音ため立てたらダメようが、え、私、え、私じゃん、白い巨突、うん、え、面白い、スタンドバイミーも OK、 そう、感情に心舌がそう追いついてなかった今、すごいプレゼントを送ろうとしてる。ホラー系、え、ホラー漫画はす、ん、ホラー、なんかホラー映画はちょっと白い心、ん、巨突、脚立じゃない、巨突って言ったよ私、あ、巨突か、違い、ちょっと、おお、おお、キューブは見て、え、見てない、私さ、全然そういうの知らないから教えて、そういうの大好きだ。彼岸、彼岸島、あ、嘘でしょ、もうこんな時間じゃん、え、みんなと話したら心の底から笑っててすごいなんか幸せな気持ちになってる、ありがとう、え、久々になんか心の底から笑ってる、笑えてる、ありがとう、ありがとう。私そうこういうの好きなんだよね、多分うつ系大好き、胸ぐそ悪い系すごい好き、え、みんなに教えてもらったのめっちゃある。私 LINE の一人だけのグループを作ってて、そこがもうすごい
めっちゃこうやってしないと遡れなくなっちゃう。ええちょっとね、一番気になってるのは本。本はあの時計仕掛けのオレンジ。リコチメールでもぜひ教えて。映画鑑賞になっちゃうけど明日ダンスするんだから、ダンスするんだから。あとは何でしょうね、ダンサーインザダークちょっと気になってますね。彼岸島、彼岸島は AKB さんモデルなんか出てくる。すごい、ありがとう。みんなのおかげですごい、なんか今こういう波が私にはあるんですけど、こういうもう0か100、0か100で生きてるんですよ。0頑張って10ぐらい出して生きてたんですけど、100って感じ。もう 100?70 とかいけてる。すごい、ありがとう。60とかいけてます、ありがとう。好き、ありがとう。とりあえずちょっとみんなにすごい感謝してる。なんかこういうね、いつちょっとここら辺にいたんだけど、って今、ありがとう、ありがとう。やばいなよ。とりあえず1位はたっきゅんさんでした。2位はりょたくんで、3位はりょうじいさん、そして第6位は人生方向おじさんせいでした。ありがとう簡易的に読み始めるやつ。すごい元気が出ました、ありがとう。なんかすごい調子が悪かったんですよ私、体調も悪いしみたいな、心もなんか風邪ひいてるしみたいな。でもすごいみんなと話したら楽しいです、ありがとう。ミスト人生、ミスト最後まで見ればよかった。じゃあミスト読みます、見ます。15分まで、最後ラスト15分が壮絶な15分なんでしょう。確かに、ありがとうみんな優しい、ありがとう。いっぱい寝て、いっぱい食べて、いっぱい動く。ストシンさんハートアイ、楽しかった。またみんなと胸ぐそ悪い話しようねウケる、嘘だよ。みんなとすごい何気ない話をするの好きです、ありがとう。推しメンななみんさん、ありがとう。1位もおめでとう、ありがとう。達也ぽんお疲れ、ありがとう、ありがとう。健やかにいく、健やかに、ありがとう。にゃんきちさんハートありがとう、ありがとう。もう明日から本調子でいける気がする。私にの背中を押してくれてありがとう、ありがとうございました。大好きです、ありがとう。